ではですね、最初に、NEC ソフト株式会社の、鈴木様、よろしくお願いします。はい、すいません、 NEC ソフトの鈴木と申します。左側にちょっと出てるのに、私のところが日本電機株式会社となっておりますが、実際には、日本電機株式会社というのは私の親会社にあたりまして、正式には NEC ソフト、株式会社という、ところに、所属しております。で、私は基本的には、オープンソースは2004年ぐらいから、Linux をベースにして、着手というか、関わるようになりまして、今まで10年近くですかね、ずっとオープンソース関連ということで、担当させていただいてます。で、主に、OSS の、 そのミドルウェアのサポート業務をメインに、しまして、技術支援、提案支援、あと、SI 等を、いろいろ、担当させていただいております。で、その中で、OSS の推進フォーラム等への参加もさせていただいたり、で、今は SI フォーラムという形で、ここの活動に参加させていただいております。ではよろしくお願いします。皆さんこんにちは、富士通株式会社の野山と申します。先ほどの鈴木さんと実は少し経歴が似てるんですが、私も2003年から2004年にかけて弊社 の汎用機で作られている基幹システムをオープンソースと Linux に置き換えるというふうなプロジェクトが立ち上がりまして、そちらの方を、メインで担当しておりました。それから10年、以上ですね、何らかの形で、オープンソースに携わってきて、現在はOSS 技術センターという部署の方で社内のオープンソースに対する技術支援であるとか、提案支援、あとはオープンソースを、お客様にご利用いただくためのサービスとかソリューション、こういったものも提供しております。またもう一つは業界全体への OSS の普及促進ということで、日本 OSS 推進フォーラムであるとか、北東アジア OSS 推進フォーラム、またポストグレース QL のエンタープライズコンソーシアム、こういった活動の方にも参加をしております。最近はですね、弊社の方でもオープンソースベースのクラウドなんかも力を入れてやっておりまして、最近私の仕事の半分以上は、オープンクラウド、こういったところの導入のお手伝いであるとか、少し右のところに書いてありますが、いわゆるスタックのようなビジネスですね、こういったところをメインでやっております。本日はよろしくお願いいたします。いまして、日立製作所の、橋本様、よろしくお願いいたします。日立製作所の橋本です。おそのりさんから3分でやれと言われてるんですが、ちょっと書きすぎちゃって字が小さいんですけど、すみません。この自己紹介やるときに自分の技術者の原点とかっていうのをちょっと考えたら、小さいときに秋葉行ってラジオ工作に夢中になったのから始まって、最近潰れて閉鎖されてしまったラジオ会館とかラジオデパートとか、ああいうところでずっとハードウェアの人で、ソフトウェア今やってますけど、実はソフトウェアって昔高校の時に習った時にすごい大嫌いな、いました。それがちょっと大学の時代に変わって今ソフトウェアをやってるという感じです。で、今の会社入ってずっとユニックスばっかりやってきました。で、その特にカーネルとかそういうところやってましたと。で、あとはずっとで21世紀になる直前にアメリカの会社と協業をやって、その時に Linux っていうのを初めて知る、ちょっと遊びでいろいろやってました。ということで、今は何やってますかっていうと、 Linux ファウンデーションや、それから野山さんとか鈴木さんも出てきましたけど、推進フォーラムであるとか、そういうところへ来て、日本の OSS を普及しましょうよとか、若いエンジニアの人たちを
もっと啓蒙しましょうとかっていうのを一生懸命やってます。ですから今開発は実は技術者と言いながらやってないんですが、そろそろちゃんとやりたいなというふうに思っていろいろ勉強しているという感じです。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後ですね、株式会社 NTT データの、皆様お願いします。ゆうやでございます。これか、普通に自己紹介しても面白くないなと思いまして、ちょっとこんなものを作ってきてみました。私があの Linux に触れたのが1995年で、伊藤さんにちょっと遅れたぐらいかなという感じだと思います。でその頃からカズラ・バダールだとか、イノベーションのジレンマだとか、その本を見てこれってもしかして俺たちのことじゃないかななんて思いながら、コミュニティ活動でプライベートで Linux のドライバー書いたりとか、そういうことをやっていました。でその後 OSDL が出来上がってきて、福谷さんたちのところの組織からちょっと来てみないかと、でなんか やろうよというお話も相談お話を伺って、あなかなかこれはビジネスになるんじゃないかと思い始めて、社内でオープンソースビジネスやろうよという活動を、ゲリラ活動から始めたんですけども、メーリングリストの主催なんてことやってました。でそしたらエンタープライズリナックスが出てきて、この頃に会社で組織ができて、で、ワールドイズフラットです、ね、なんか世界がこうどんどんつながっていくぞっていう時代になって、リナックスファンデーションができて、あらあらあらと思っているうちにということですね。でこういった中で最近は、オープンスタックのビジネスに携わさせていただいておりまして、最近ビッグデータ、ソーシャル、モバイル、クラウドで、オープンデータ、オープンメーカーなんていう、そういうキーワードがどんどん出てきてるんじゃないかななんてことを思っています。でこの中で、コミュニティの活動、ビジネス立ち上げ、そして、グローバルのコラボレーションといったようなところをやってきまして、その後新規ビジネスの立ち上げというところを少し模索する時期もありました。でちょっとしたエポックっていうのが2011年に震災 .info の立ち上げに携わらせていただきまして、オープンデータってなんか大事なんじゃないかみたいなところを少し感じて、で今その OSS のクラウドについて取り組んでいるところです。こんな経歴、取り組み、あるいは経験を通じて、ちょっと振り返ると、なんかオープンソースが立ち上がってコマーシャルで利用され始めて、そして世界中で採用されて、じゃあ今何だろうか、きっと今日そんな議論もあるんじゃないかと思うんですけれども、私の意見としてはイノベーションの燃料なんじゃないかななんていうことを思っています。本日はこのキーワード出てくるようなことも多分出てくると思いますので、その中でちょっと思ってることをたくさん話したいなというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんか面白そうな話が来そうですね。じゃあ、スライドの方をですね、私のスライドにしていただいて、ちなみにちょっと気が付いたんですけども、私は Linux 一番最初触ったのが1994年で、ちょっと勝ったなそんなことどうでもいいんですけどですね、じゃあちょっとですね、私の方でいきたいと思います。あれ、私たち SI フォーラムではですね、何をやってるかというと、もうこの活動をしてからもう 7,8 年経つんですけれども、我々、オープンソースってもう星の数ほどあります。その中でどれが使えるのかなっていうところをですね、私たちなりに皆さんにお勧めしたいものをですね、調査という形で毎年行っております。これやりますように、オープンソースソフトウェア活動動向調査と、これは毎年やってるんですけれども、我々が実際のちょっと出るはやってないんですけれども、皆さんの SI 企業の中で本当に SI としてですね、オープンソースをどれぐらい活用しているか、どれぐらい自信を持ってお勧めしているかというのを調査をしてですね、それに基づいてこの実際にですね、導入実績多数とか、あるいは導入実績があるとかですね、あるいは検証中とかっていう、こういうランク付けをしてですね、皆様にお伝えしております。Linux ファンデーションのサイトに行っていただいてですね、オープンソースソフトウェア活動動向調査っていうのがありますので、後ほどですね、オフィスに戻った際にはですね、ご覧になっていただければと思います。で例えば今年の調査なんですけれども、クラウド、そういったところでオープンスタックとか、そういったものがですね、実際にビジネスの場としても導入実績が進んでいると、あるいはですね、ここにあります、Hadoop、それからデータが溜まってきますと検索しなくちゃいけませんので、Lucene とかSloa とかですね、そういったビッグデータに関するものもですね、
もう同時実績多数ということになっております。まあ、そういうこともですねありまして、まあこれありますね、オープンスタック、アパッチ、ハドゥープ、ルシーンとかですね、こういったものが出ていると。まあ、詳しくはですね、Linux ファンデーションのサイトに行ってご覧になっていただければと思います。まあ、こういったものも含めまし踏まえましてですね、ちょっと私の方で、まあ、簡単に質問をちょっと出させていただきました。まあ、もうちょっといろいろ聞きたいという方があると思いますので、この後にですね皆さんのご質問も受けたいと思いますの で、まず最初ですが、オープンスタック、ハドゥープなど新しいソフトウェアが出てきましたが、まあ、皆さんお分かるようにオープンスタックなんか、まあ、半年に1回新しいバージョンがアップされてますよね。で、まあ、本当にいつ頃からですね、実際のお客さんに対するサービスに使えるようになるんですかっていう、まあ、こういったところをですねちょっと疑問に思いまして、皆さんにちょっと聞いたいと思います。ですね、いつもこれ言うと怒られるんですけれども、年功序列って言ってですね、いつも橋本さんってこれじゃあちょっとすみません、橋本さんよろしくお願いします。あ、そういう時だけ年功序列なくても良いと思うんですが、ちょっと私が話すとかなり一般論になってしまうので、オープンスタックも特にハドゥープなんかもみんな使われてるんじゃないのというふうに思います。ただ、もっとちょっと言いたいのは、多分ここら辺今日はネクタイ族というかユーザーの方が多いということなのであれですけど、自分の会社のシステムに採用するのですから、自分で使えるか使えないかを判断しなければいけないと。基本はここに座っている SIR さんや、ベンダーさんにが使えると言ったから使うのではなくて、基本はやっぱり自分で、それはなぜそう思ったかって、ちょっと例えは良くないかもしれないですけど、スーパー行って食料品を買うと、そうするとそうパッとうちの家内なんかはパッとこう見て、なんたら日付を見ると、あ大丈夫だと、で食べちゃうと、いいんですかって。昔そう年功序列ですか、私が小さい時は自分で確かそんなものなくて自分で確かめて、それぐらい食べ物は大事なもので、こういうソフトウェアも皆さんの会社の業務にとって大切なものなんじゃないですか。そしたら自分で情報を集めて自分で確かめると、それにプロフェッショナルの参考意見を聞くというのが基本なのかなという一般論をちょっと言ってみました。はい、ありがとうございます。なんか脇で皆さんがちょっと言わせろっていう感じだったのでぜひ、はい、今ちょうどビジネスでオープンスタックをお勧めする立場にあるもんですから、まあ、オープンスタックはもう使われてますよ、あるいはハドゥープはどんどん使われてますよという話をしなきゃいけないなと思っていました。でちょっと反論がありまして、自分で確認しろというのは随分責任回避だなと、専門家の仕事としていかがなものかというふうに思うわけですね。で実際私自身もお勧めする立場なのですが、どういう開発になっていて、どんな事例があって、で誰がどう使っているのか、そういうことを知らずしてお勧めできないと思いまして、私自身も実はこの春からこのオープンスタックの事業に携わるんだって移動してきたんですけれども、先月香港でオープンスタックサミットというのがあって、その現場に行ってまいりました。でそこ行きましたら、3000名から の方が参加していて、そのうちの3分の2が初めてこの事例に参加しましたという方々で、セッションの中心は事例発表で、こんな風に使ってますという発表されていました。オープンスタック自体、2010年スタートのプロジェクトですから、たった3年半ぐらいでそこまでなってしまうというのはすごいなというふうに感じたわけですね。そして発表もですね、ヤフージャパンさんとか使ってますよって発表がされてまして、あ、これも使われてるんだなというところです。で発表はありませんでしたけれども、日本からたくさんの方が参加してきていて、情報収集をして、でどういう使い方をしているのか、落とし穴はどこにあるのかで勉強されていらっしゃいました。したがってこれはもう自信を持ってお勧めしていいなと思いますし、こうやって勉強してきている方がたくさんいるということ自体は、実はここで大きい声で言わなくてももう検討が進んでるんじゃないかというふうに感じています。わかりました、ありがとうございます。ちょっとですね、やっぱりいろいろ、まあ、オープンスタックなんかはまだまだかなという形の思っている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、自信を持っても使えるということですね。はい、そうですね。ただちょっと心配が一個あります。その香港で見かけた方々は
いわゆるサービスプロバイダーと多分分類される企業の方々が多数いらっしゃったと思います。ゲームのプラットフォームであったり、インターネットのプラットフォームであったり、あと事例発表でも経費精算のために、クラウドを使った経費精算システムみたいなの、 ASP みたいなのを提供している会社さんが領収書の写真を保存するのにオープンスタックの技術を使ってますよと、そういう発表があって、今までの伝統的な企業さんはあまり見かけなかったかなという気はいたします。あとその香港 のユーザー会議というのは世界中から集まってきたかと思うんですけれども、その中でその日本のユーザーさんと、世界多分中国なんかもたくさん使っていると思うんですけれども、そこら辺どう なんかちょっと違いとか、なんていうかその傾向というのはありましたでしょうか。はい、そこに集まってきている皆さんの中で、なんか先進的な使い方をしているなというところは、US の企業さん、それもネット企業みたいなところの方々がすごく先進的に使われていたなと思います。でもう一つは、中国のメインランド本土の企業が、積極的に結構アグレッシブに使っていたなと思いました。で話を伺ってみると、人口が多い分そのサービスの拡張というのをどんどんしなきゃいけなくて、それで自分たちで勉強しながらとにかくどんどんチャレンジしているというような雰囲気を感じました。そうですね、私もですね、実は知り合いが中国にいましてですね、最近オープンスタックのファンデーションのボード会、なんかエレクションがあるみたい、選挙があるみたいで、どんどん僕に投票してくれっていう形で中国人から言われてましてですね、結構積極的に使ってるんじゃないかって、日本も早くしないと抜かれるんじゃないかなってちょっと危機感をちょっと思っております。でさっきかなり反論という形で橋本さんにの意見に反論みたいなのがあったんですけれども、橋本さんどうですか。これ賛成反対とかそういうものではなくて、プロフェッショナルとして SI はきちっとやっぱり提案していくと、でそれの歳費を最終的に決断するのはユーザーさんのシステムなので、自分が責任を持ってやるという、そのためにはバラバラの意見も聞くし、他にも情報を集めて対比しながら決断しなきゃならないと、そういう意味ではエンドユーザーさんもプロになっていかなきゃいけないと、お互いにプロとなっていくということ。そうですね、我々も先ほどの調査結果にあるようにですね、いろんな情報を出してきますし、皆さんが判断できるのを出してきますが、最終的には、ね、皆さんに判断をしていただくと、そんな感じでしょうかね。どうぞ。すみません、ちょっと三浦さんの意見に今富士通の方でも、先ほど私今オープンクラウドの方を担当しているというお話、自己紹介でさせていただいたんですが、今我々ももう少しちょっと旬は過ぎたかなという感じはあるんですが、ユーカリプタスもまだ実はやっていて、他にクラウドスタック、当然オープンスタックもという感じなんですね。でやはりここ使える使えないっていうような定義の時に、先ほどもずっとオープンソースっていうのは選択肢だっていうようなお話していただいたかと思うんですけど、どういった状況で何のために、どれくらいのお客さんの規模感だとか、お客さんの方の体制で使うのかというところにも非常に依存するのかなと思っていて、やはり我々自身はそういったところを伺った上で、オープンスタックに関しては非常に今アグレッシブに開発が続いているんですけど、その反面やはり保守のところに対して非常にコストがかかるプロダクトだなというふうに個人的には少し思っているところがあって、やはりそういったところを踏まえて、我々はオープンスタックなのかクラウドスタックなのか、どれがそのお客さんにとって本当に使えるのかというのは判断をしているというようなところがあると思うんですよね。ありがとうございます。そうですね、使える場所によって、選択肢が増えるということで、ちょっと最初にですね、こういう質問をさせていただいて、いろんなご意見が出たんですけれども、会場の方から何かちょっとこの一番最初の質問に関して、でもそう言ってもちょっとこれはまだじゃんみたいなですね、お話があればですね、早速、吉岡さんよろしくお願いします。オープンスタックとかクラウドスタックとかいろいろその、似たようなプロダクトがあるときに、そのお客さんから言われたときに、お客さん次第だっていう言い方は多分相当無責任だと思うんで、その中でもどうやって選ぶかっていうのをこう言い切っていただけるとすっきりするんですけど、いかがでしょうか。
三浦さんどうぞ。はい、私たちの取り組み姿勢という紹介かもしれませんけれど、私たちはこう日進月歩で進んでいくそういうプロジェクトに対して何でも OK って言ったことは一度もないと思っていますし、今でもそうです。で、午前中ですね、Linux カーネルのコミュニティの進み方の紹介で、エンタープライズ版のカーネルはコミュニティで開発しているのとは違うバージョンナンバリングで違う歴史をたどっていくという紹介があったと思います。私たちが保守サポートしていくプロダクトは、そのオープンスタックの場合でいきますと、あるバージョン、例えば今年の4月にリリースしたバージョンを固定をしまして、そこから5年10年と面倒見ようということは考えているところです。でとはいっても進歩をどんどん取り込んでいかないといけないですし、あと自由に改造できるといって改造してしまうとロックインされてしまうところもあるので、いかにスムーズにバージョンアップしていけるかといったところを付加価値にしてご提案していきたいな、バージョンは固定してそこでしっかりとサポートしていくけれども、次のバージョンに上がっていく方法を含めてご提供していく、でそこがサービスプロバイダーといいますかシステムインテグレーションの、責任の取り方なんじゃないかという考え方をしています。他に何かご意見は、オープンスタック、クラウドスタック、ユープレクレプラス、どうしましょう。やはりオープンスタックを導入される時の、ニーズというか要件って様々あると思っていて、単純なコスト削減っていうようなところで、オープンクラウドのお話いただくケースもありますし、当然オープンスタックのようなものでビジネス拡大を狙ってというようなお話もあって、そこがちょっとお客さん次第というと無責任なのかもしれないですが、そこに関してはやはりまずはお客さんの要件ありきで、既存のパッケージの代わりにオープンソースベースのもので少しでもコスト削減をしたいというようなケースにおいては、やはり保守コストを下げる意味で今我々はクラウドスタックを提案しているケースが多い。逆に、このオープンクラウドの潮流に乗って新しいビジネスを展開していきたいというお客さんに対しては、我々も今オープンスタックに、積極的に取り組んでいこうとしているということで、やはりお客さんのニーズありきで我々も提案するものの、ベンダー SIR としても選択肢を持つために、手広くやっているというのが実態だと思います。ありがとうございます。お客さんの持ってきたい方向と、そのオープンソースが持っているそのムーブメントみたいなものによってこう提案していくという形ですかね。ありがとうございました。そんな感じでよろしいでしょうか。あ、もう一度どうぞどうぞ。ちょっとしつこくて すみません。そういう意味で言うと AWS でいいじゃんという話にはもう多分勝てないんですよね、正直言ってね。だからそこはちょっと相当厳しいと思います。一言 AWS じゃ困るんですって人もいるんで、そこはマーケットだと思ってやっております。AWS で困るというのは、後でまたオフラインでお話を、いろいろ多分 AWS で困るという人は多分これが困るというのはあんまりないと思うんですけれども、こういう場所では言えないかもしれないですけれども、あると思いますので、そういったところでちょっとまた後ほど、じっくりとお話を聞いていただければと思います。じゃあ、時間もですねありますので、次にですね、これも同じような質問なんですけれども、オープンソースどんどん新しいもの出てきますし、なくなっていくものもあります。でそこら辺どこら辺そのやっぱりですね、私はこのオープンソースで行くんだって決めた後にですね、なくなってしまう場合もあったりするんですけれども、そこら辺どうやって見極めたらいいか、そういったところをですねちょっとどうしたらいいでしょうかということで聞きたいと思いますけれども、じゃあ鈴木さん。はい、先ほどからお話のあるオープンスタックっていうのもそうだと思うんですが、オープンスタックだけではなく、野山さん言われているようにクラウドスタックなりいくつかのソフトが、出てきていると思います。でまず、一つは、オープンスタックが先ほど三浦さんがおっしゃられていましたが、例にとってみればやはりそのコミュニティの活発な動き、要するに、コミュニティがどんどん開発を進めていってくれてるっていうことが、出始めではやはり機能なんてもう陳腐なものでスタートしますが、今、
まあ、今年の春に出た、例えばグリズリーなり、次のハバナっていうバージョンを見れば、かなり、機能がもう、成熟してきていて、十分使えるレベルになってきていると思います。ですので、まあ、新しいソフトっていう観点では、いくつか最初の頃は、必ず選択肢があると思いますが、まあ、そこでもう決めてしまうんではなくて、やはり少し、様子を見る、まあ、場合によっては、気に入ったソフトがあれば、お客様自らコミュニティに参加する、でそのソフトを一緒に育てるっていうようなことが、大事なのかなというふうに思ってます。そうですね、今日もいろんな方からお話があった中でですね、先ほどの大和総研の方もちょっと言ってたかと思うんですけれども、やはりユーザーの方たちですね、参加していただいて、なんですか、フィードバックをどんどんこう返していただくっていうのはすごいコミュニティも活性化しますし、いいんじゃないかなと思います。で、今の同じ質問なんですけれども、やっぱり皆さんがどうしても喋りたいということで、一言、まあ、鈴木さんから話があったんだけれど、活発さとかそのバージョンでかなり良くなってきているみたいなのは、我々は中で見てるから分かるけれども、ユーザーの皆さんにそれをすぐ分かれっていうのは厳しくないですか。野山さん、よろしくお願いします。いい振りをありがとうございます私自身が先ほどちょっとここでも自己紹介の時に北東アジアの OSS 推進フォーラムの方にも参加をして、日中間で共同の研究プロジェクトなんかも立ち上げてるんですが、やはり同じような悩みっていうのは中国韓国にもあって、今私がやっているのが、そういったオープンソースの成熟度を、どう測るかというところの、研究というのを、まあ、中国韓国のさまざまな企業と一緒に進めてます。で、我々 のプロジェクトの目的としては、先ほど三浦さんがおっしゃったように、開発者として中に入れば分かることというのはたくさんあるんですが、やはりそこまで、コアな情報をすべて引き出して、いろんなオープンソースを比べていくというのは、まあ、体力的にも非常に大変なことで、ユーザーの視点で外部からですね、まあ、例えばすごく単純な話をすれば、メーリングリストの流量だとか、開発の活発度だとか、どれくらいの企業が抱えているエコシステムが出来上がっているかだとか、まあ、そういった外部から見て取れる、コミュニティの活発度っていうのをこう定点観測をして、盛り上がっているのか盛り下がっているのか、少し停滞気味なのかというのを、やろうとしています。で、似たようなプロジェクトとしては、ヨーロッパを中心にキューソスとかカリプソ、まあ、あとは米国ではオーロハ等々ですね、そういった成熟度を測るようなプロジェクトというのも、一般的にいくつか出てますんで、まあ、そういったものを活用するというのも一つやり方としてあるのかなとは思ってます。ちなみにその、今おっしゃってた活動というのは、どこで、まあ政府のどこでやってるんですかね。皆さん、後で。そうですね、ありがとうございます。今年度はですね、その活動の中でクラウドとかビッグデータでよく使われる、まあ、オープンソース、ちょうど今日も名前が出ましたけども、オープンスタック、クラウドスタック、ユーカリプタスなんかもですね、コミュニティの成熟度というのを調査しまして、そのレポートはすいません、来年にですね、日本 OSS 推進フォーラム のホームページからダウンロードできるように公開する予定ですので、ぜひそういったものもご覧いただければと思います、ね。IPA でしたっけ、まあ、日本 OSS 推進フォーラムと検索していただければ多分あるんじゃないかなと、そういうことですかね。分かりました、ありがとうございます。今の質問に関して、他に何か言い足りなかったことはないですか。橋本さん、なんかそういう、今まで野山さんなんかも言われたように、いろんな情報を集めてきて自分で判断できるような、我々も発信するし、皆さんも集めていただいて、それらを交互に交換するということで判断がだんだん定着していくんじゃないかなというふうに思って、我々だけの意見を聞かないというのも大事だと思います。はい、ありがとうございます。まあ、我々も一方で SI フォーラムとしてできるだけ皆さんの役に立つ情報を出していきたいと思いますので、まあ、Linux Foundation SI フォーラムというところでもですね、ご覧になっていただければというふうに思っております。では最後の質問ということで、ですね、まあ、今日もいろんな話が出てましたけども、まあ、OSS を推進するときにですね、やっぱり、まあ、なんだかんだ言ってコストってやるとですね、
やりやすいんでコストという提案をしていますけれども、まあ、それ以外に、まあ、今日もちょっとお話がありましたけれども、どういうアドバイスをするといい、 OSS を使った時のメリットというのはどういうふうにお話をしたらいいでしょうかということで、実はこれはですね、あまり前打ち合わせしないで出した質問なんですけれども、何かちょっといいアドバイスをいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。ちょっと皆さん考えちゃいましたね。難しい質問なもんですから考え込んでしまいました。今私がよくお話をするのが、コスト構造を変えてみませんかというご提案をしようと考えています。でちょうど今やってるプロジェクトがオープンスタックの Swift ってソフトなんですけど、ストレージの代わりに普通の PC をたくさん並べて、ハードディスクみたいなやつをこう実現するソフトなんですけれど、これお勧めするときに既存のハードベンダーのストレージ商品パッケージを買ってくるという方法と、そういう、安価なコモディティサーバーをたくさん揃えてオープンソースで違う仕掛けを作ることによって調達してくる時の方法論だとか保守の考え方だとか変わるので、それを変えたことによってコモディティ化する部分をより加速させて、実現したい機能を手に入れるということをしましょうと。でそれでコスト構造を変えることで、まあ、多分そんなに劇的に下がることはないかもしれないけれども、将来的な例えば拡張性とか、変更に対するアジリティというんですか、俊敏さみたいなところとか、そういうのを手に入れていくといったような発想はどうでしょうかなんて話を、すいません難しく喋ってますけど、はい、なかなか一般論しか言えないところもありまして、はい、そんなふうなことをお話をしているところでございます。ちょっと自由度を持つっていうところになるんですかね。そうですね、自由度を持つっていうところとか、お金のかけ方を変えるっていうんですかね。はい、はい、まだ時間は大丈夫ですかね。大丈夫ですか。橋本さん、三浦さんと同じような意見だと思うんですけど、まあ、コスト構造って言った時に先ほどビットアイルの伊藤さんのプレゼンでもそのコスト削減も選択肢の一つということで、だから大事なことはやっぱり何のためにコスト削減をするかと、つまりだから皆さんに言われた多分それはコスト構造だと思うんですが、その浮いた分を何に使うかということがやっぱり大事だと思うんですね。それで新しいビジネスの基礎を築いたり投資したり、それからもしくは、まあ、単に価格を安くするとか、お客エンドユーザーへの価格を安くするっていうのもあるのかもしれないですけど、そうじゃなくて新しいビジネスでまた新しい利益なり何なりを得るために投資のためのこう余力を作っていく、そういうことができるためにここは抑えよう、ここはもっとやっていこうと、そういうことをきちっと考えた上でじゃあ OSS に選ぶのか、それともプロプライタリーの方がいいのかっていうのを考えていくのがやっぱり必要なんじゃない、単にコスト安いからやるのではないということが大事だと思います。はい、ありがとうございます。お二人どうですか。価格の構造ですよね、おっしゃっていただいた、オープン OSS にして価格の、まあ、そういったコスト構造を良くしてですね、自由なところを作って自分たち の、まあ、戦略的なところにもっとかけましょうといったところかと思いますけども、はい、まあ、コスト削減っていう観点では三浦さんとか橋本さんがおっしゃられたような話になると思います。でよく、オープンソースで、まあ、ベンダーだとか SIer が提案する場合にまあ、お客様の方から一つあるのは商用製品、まあ、で提案するとまあ見積もり金額はこんだけ高いと。なので、まあ、お客様の方からよく言われるのはオープンソースで、提案したらもっと安くなるんじゃないのっていうふうによく言われる、そういう観点の、その費用を下げるっていうイメージを、多分、持たれている方も多くいらっしゃると思っているんですね。ですがやはり先ほどからおっしゃられているようにいろいろな観点のコスト構造で商用製品の場合よりやはり高
高くなる部分も絶対あり得るんですね。まあ、例えて言えば商用製品であればサポートはちゃんとベンダーがメーカーが保証してくれます。ですがやっぱオープンソースの場合には基本的には誰も保証してくれませんので自己責任っていう話に、となります。でその部分を、SIer なり、ベンダーがオープンソースのサポートということで、ご協力するメニューを作ってるんですが、まあ、そういうところでやはり普段よりちょっと費用が高くなったりとかっていうふうになるのでやはりその費用の構造がかなり変わるということは、いろんな観点でオープンソースを採用するっていう観点でご理解いただければというふうには感じております。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、もう最後になるとだいぶ話すこともなくなるんですが、まあ基本的にはやはり皆さんおっしゃっている話が全てだと我々も思っていて、我々もよくオープンソースを提案するときにはお客さんには適材適所だという言い方をやはりしていてですね、必ずしもオープンソースにすれば安くなるものでもないし、先ほどから言っているようにやはり、お客さんのシステムだとか、その先にですね、まあ、例えば今後、分散ストレージにしてやっていくというような話もあるのかもしれないですし、一番お客さんのこう事例で成功しているなと思うのはやはりお客さんの中でこうシステム標準化にオープンソースを使うようなケースで、それは今までベンダーの方に出していたライセンスとかサポートの費用構造を内製化をしていくっていうふうな、やはり中長期のコストプランありきで、どこかでコストを下げていくってやはりそういう考え方をされているところっていうのは成功しているし、なかなか1システムにシステムをこうオープンソースにしてライセンス料が劇的に下がるというよりはやはりそこの補修だとかのコストが上がるケースが高いのかなと。なのでやはり我々もオープンソースを提案するときにはオープンソースに偏った提案というよりは、まあ、商用ソフトなんかを含めて、いいところ悪いところでその中でお客さんがどこを目指しているのかっていうのは一緒に考えさせていただくような提案をするように心がけているというのが我々も実態だと思っています。はい、はい、ありがとうございます。まあ、先ほどの価格構造に加えて適材適所という話をいただきました。まだもうちょっと時間大丈夫ですかね。多分早速ご質問、よろしく、赤井さんどうぞ。2つ目の質問と3つ目の質問で1個ずついきたいと思いますけども、入ってますよね。入ってますよね。先ほど成熟度の話でソフトウェアは成熟度があって、オープンソースのコミュニティの成熟度を見て採用を決めるんだって話がありましたが、実際はですね、一番話題になってホットになるのは未成熟な時に一番ニュースになって一番人が集まりますと。おそらくオープンスタックサミットは5年後ぐらいには人が減ってるはずなんですね。つまりオープンソースの成熟度が高いってイコール実はコミュニティは活発でなくなってくるっていうのが絶対出てくると思います。それに対してコミュニティは不活発なんだけどもこれは安定してますよっていうことが提案できるのかどうかっていうのが多分野山さんたちに聞きたいことで、2つ目がコモディティになってコストが下がるって話になるときに実はメインフレームの方はシステムインテグレーションのお金がエンジニア高く取れるんですね。でもオープンソースとかコミュニティになったらお客様が求めてくることはエンジニアのコストも下げろっていうのが同時に来ますと。それに対してどう答えるかっていうことの話を、鈴木さんに聞きたいところもあります。で、特にオープンソースの定義にはオンリスクで使わなくちゃいけないっていう定義が一切ないですよね。オープンソースであるっていう定義だけですから、それに対してお客様が求めてるのはオンリスクで使うことを別に求められたくないわけですよ。それに対してどうやって説得するのかっていうところが2つ目の3つ目の質問になると思います。ということで2つですね。成熟化すると実は、コミュニティを不活発になるところをどうするかで、3つ目がコスト削減って以外にやっぱり求められるときにオンリスクでやるのかメインフレームの方がやっぱりシステムインテグレーションお金取れるんじゃないかということに対してベンダーとしてどう考えるかということで。はい、ありがとうございます。じゃあご指名がありました、はい、野山さん。
非常にいい質問をありがとうございます。実はやはり同じ課題がですね、先ほど の日中間 の検討の WG の中でも全く同じ課題が出てます。でやはり我々もその成熟度を一つ測る指針として、まあ、人が多ければいいとか、メーリングリストの流量が多ければいいっていうふうなものだけではなくて、例えばその開発者の出入りだとかそういったのをウォッチしていくような指針っていうのも、入れるべきだと。つまり開発者がこう一時的に増えてるんだけど安定化してきたときに、固定の一部の開発者、コア開発者がきちんと残って継続的に開発を続けられているかとか、まあ、そういった量的なところに頼らない指針というのも入れていくべきだという議論でですね、一部そういった指針も今その調査プロジェクトの中では取り掛かっています。ですので今おっしゃっていただいたところは非常に我々も重要な指針だとは思っていますが、まあ、今現在だからどうすればいいというちょっとなんですかね、クリティカルな回答はできないんですが、そういったところには取り組んでいこうと思っています。はい、じゃあ2番目の質問は鈴木さん。いただいた質問はまさにこちらも苦労しているところがあります。ただ、やはりそのメインフレームでシステムをご提供していた時というのはやはりそのお客様の独自のカスタマイズ含めて、お客様専用のシステムという、構築の仕方をしていたので、やはりその SI 費もなり構築費もかなり高くなるという話になります。で、まあ、今回というか最近オープンソースを入れる場合にはやはりそのオープンソースをある程度もう、そのまま、定型的に使っていただくというような形で、構築自体をやはり、かなり構築効率化して、お客様の求める、費用の形に収まるような形を、ご提案させていただくパターンが、多くなってきています。はい、よろしいでしょうか。ですね、三浦さんがまたなんかご意見があるようになったばっかりですいません。同じ悩みを持っていてコスト構造でベンダーのコスト構造 で安くしろって話もあって、まあ、それはもうしょうがないなというところで、じゃあ安くする代わり中の配分を構築の泥作業というか一生懸命頑張るところを少なくしていって、できるだけこう知恵を使うところを増やしていくっていう工夫できないかなというと、今日も自動化の発表が少しありましたけれども、あそこも活用しながらやっているところです。ですね、ちょっと時間が短いんですけども、先ほどのコミュニティのですね、成熟度とかですね、これから伸び具合っていうのはですね、個人的にはですね、コミュニティを最初にやった人にも結構よるんじゃないかと私は思ってですね、例えばリナックスなんていうのはリーナスが、まあ 独創的なリーダーですけども、でも結構モデレートもうまくするんですよね。で例えばあと私が個人的にやってるドゥルーバルっていうものですね、ドゥリーズっていうのがベルギー人でうまくこうコミュニティを盛り上げてるんですけれども、そういう、まあ、オープンスタックはどうかっていうのも分かる、まあ、結構オープンに本当にやってるんで、そういった時もありますと思うんですけれども、そこら辺のなんかコミュニティもうちょっと入っていった時に、ここら辺を見た方がいいんじゃないかっていう、なんかそこら辺の、ご意見ありますかね。皆さんも今オープンストリートマップっていうまあ、オープンソースのソフトウェアじゃないですけれども、オープンみんなで地図を作ろうというのを日本の第一人者なんですけれども、まあそまあ、人が集まってますよね。その中心になっている人たちが、ユーザーの声を聞き、デベロッパーの声を聞き、とにかく集めてコミュニケーションを良くして、意思を固めていこうというような動きをしているのか、どんどん行くぞどんどんという感じなのかというのは、多分前者の方がうまくいく確率高いんじゃないかなというふうには思います。ちょっと以前の出来事ですけど、リーナスがですね、リーナスの下にサブシステムメンテナーっていう人がいるんですね。結構名誉職なんですけれども、この人たちがですね、まあ、初心者が持ってきた、なんかこれが問題だっていうファイルをですね、サブシステムのメンテナーの方がですね、まあ、ちょっとそれは後でやろうって言ったらですね、リーナスが激怒してですね、お前は何のためにお前そこにいるんだっていうふうに言ってですね、その初心者が持ってきたこれは問題なんだから早く解決しろっていうことをですね、トップダウンでやったことがあったりとかしてですね、まあ、そこら辺もなんかですね、オープンでいいんじゃないかなというふうにLinuxは思ってますし、そういったコミュニティはいいんじゃないかなと思っております。
ちょっとですね、いろんなファクターがありますので、これがいいというのはないとは思うんですけれども、ぜひですね、一つの、私たちのアドバイスとしてはですね、もうちょっと皆さんのお時間をですね、オープンソースのコミュニティにちょっと使っていただいて、ちょっといろいろ、ちょっと入ってみるとかですね、質問してみるとかでもいいですので、関わってみていただけるともうちょっとですね、分かることがあるんじゃないかなと。その時私たちも、頑張って皆さんにアドバイスをしますので、そこら辺のいろんなキャッチボールを一緒にやりながらですね、進めていきたいなと思っております。他に何かご質問というかですね、ありました。どうぞ。すいません、ちょっとこの辺だと顔が見えなくて。ですね、先ほどからされているオープンソースがどのオープンソースが生き残っていくかみたいな話についての質問なんですけれども、皆さんが、なんか例えばクラウドとかだったらオープンスタック、クラウドスタック、ユーカリプタスとかいろいろ出てきて何かしら選択をされると思うんですよね、最初に。コミュニティがもう勢いがあるであるとか成熟していてバグがないとかで、何でしょう、リーダーがいいとかいろんな理由で選択されたと思うんですけれども、いざ、まず何かに乗ってこれを担ごうとしました。でその後に何かいつの間にか流暢が変わってひっくり返されたみたいなケースがきっとあると思うんですよね。皆さんいろいろ指針を作って、対策を、残るやつを選びたいと思われていると思うんですけど、かつて実際自分がこれがいいと思って選んだらいつの間にかひっくり返されて困ったみたいな経験が、もしあれば教えてほしいのと、その場合どのように対策されたのか、元のプロジェクトを盛り返そうとされたのか、新しいところに移動したのか、でその辺の、なんか経験みたいなのがもしあれば教えてほしいです。これが ありがとうございます、はい。これがダメになったことかが分からないんですけれども、NEC ソフトさんが昔やって今でもやってると思うんですけども、エンハイドラっていうのはですね、最近聞かないような気もするんですけ ど、ああいうのも含めてどうですかね。そうですね、非常に難しいと思います。ですので基本的には、先ほどちょっと今お話があったんで、例をあまりこの例を取ってしまうとうちの会社から怒られてしまうかもしれないですが、エンハイドラをある時期担いで、エンハイドラを進めていました。で、その他いろいろ、AP サーバーという観点で言えば、アパッチトムキャットがもう圧倒的に多いですし、最近では JBOS がかなり、上がってきたというのもありますので、やはり、失敗するのはあります。ですので、失敗したで、どう失敗したと判断するかっていうのもあるんですが、それをに、しがみつくっていうことは、私の場合にはそういう判断はあまりしないで、その時でやはり路線変更なりという形は、考えたいと思います。考えてきているのが実態です。ただやはりエンハイドラの場合も、今はもうほとんど効かなくはなっていますが、使っていただいているお客様もいらっしゃいますので、今でももちろん保守は継続して、やっております。ですのでそういうソフトを選んで使い始めたとしても、そのシステムで、ちゃんと動いている間はサポートも、できますし、やっていこうと思います。ただ次にはやはりちょっと路線変更という形を取っているのが実態です。はい、ありがとうございました。しっかりと保証しているというところで、瀬谷さんの努力でやられているというところですね。時間がですね、マイナス6分とかでできてプレッシャーがかかってるんですけれども、こんな形でよろしいですかね。今日はですね、皆さん、いろんな本音を聞かせていただきまして、ありがとうございます。皆さんも今日は一日、どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございます。